K-106。K-106 はアメリカ合衆国のゼネラルダイナミクス社のコンベア部門が K-102 の性能向上型として開発した戦闘機。公式な愛称はデルタダート。初飛行は1956年。アメリカ空軍エーリー C 防空軍団で揚撃機として使用された。俗にセンチュリーシリーズと称される戦闘機のうちの1機種である。第二次世界大戦の終結直後から始まった東西冷戦下でアメリカ合衆国本土をソビエト連邦の爆撃機の編隊から防衛するための新時代の防空システムを実現するべくアメリカ空軍は高度に自動化された自動防空戦闘機の開発に着手した。まず電子機器メーカー18社に対して戦闘機用の電子管制システムの開発提案を提示し提出された提案書の中からヒューズエアクラフト社の MX1179 システムを選定した。これと並行して航空機メーカー19社に対して地上自動防空管制システムに組み込まれて運用される迎撃機開発要求を提示、6社から9通りの開発提案が寄せられ、1950年10月にコンベア社の UF-102 案が採用された。UF-102 は最初から量産機を生産するクック・クレイギー計画に基づいて、K-102 デルタダガーとして正式化されるが、開発段階でトラブルが発生して計画が大幅に遅れ、初期の要求性能が得られないことも判明したため、アメリカ空軍は目標とする完全自動防空戦闘機開発に目処がつくまでのつなぎとして、K-102A を生産することにし、その上で K-102A をベースに改良発展させた K-102B を開発しようと考えた。この F-102B は最初から MX1179 システムを採用することが決定しており、要求性能も K-102A とは異なったため、1956年6月に K-106A と改称された。新たな要求性能は、最大速度マッハ2以上、上昇限度21300メートル以上、戦闘行動半径378km以上という厳しいものだった。K-106A 量産初号機は1956年12月、はじめにコンベア社のサンディエゴ工場でロールアウトし、同年12月26日にエドワーズ空軍基地で初飛行した。量産2号機も1957年2月26日にサンディエゴのリンドバーグ飛行場で初飛行し、この2機による飛行試験が行われた。飛行試験では、要求されていた性能には達せず、最大速度はマッハ 1.9、しかもマッハ1を超えてからマッハ 1.7 まで加速するのに4分30秒以上もかかることが判明し、さらに上昇限度は目標値に遠く及ばず、せいぜい 17,370 メートルがやっとという、とても防空戦闘機としては期待できない結果だった。この問題はエンジンが必要とする空気流入量が、設計値よりも大きすぎたためで、エアインテークのデザインを変えることで大きく改善された。それ以外には機体に大きな問題がなかったため、初期量産型と本格的な量産型の間の差異も少なく、理想的なクック・クレイギー計画の成功例となった。ただし、自動並走管制装置の MX1179 の実用化が遅れ、1958年にMA-1 として完成する。1957年には複座型 K-106B が発注され、1958年4月9日に初飛行した。並列座席を採用した結果、水平飛行で音速を突破できなかった TF-102A を反面教師として燃料タンクの一部を潰して後部座席を確保した。結果、航続距離が短い以外は、性能的に単座型 K-106A と変わりなく TF-102A で果たせなかった練習機と実用戦闘機との兼務を実現できた。開発の遅れと価格高騰から空軍は当初予定していた40個飛行隊に1000機以上の K-106A を配備する計画を断念した。それとともに当時空軍がK-106A と並行開発していたK-101B ブードゥーによって代替できるのではないかという議論が持ち上がった。アメリカ空軍防空軍団はK-106A とK-101B はそれぞれ特徴が異なり、互いに補完し合うものであるとの理論武装を固めK-16 のキャンセルを防いだが、こうした議論の中でK-106 の調達機数は大きく削減され、最終的にK-106A が277機とK-106B が63機となった。K-102 と同様に、無尾翼デルタ翼が多式をとっている。主翼には、翼端失速を防ぐため前縁にコニカルキャンバーが付けられ、後縁はエレボンとなっており、昇降舵とエルロンを兼ねた働きをする。胴体は最初からエリアルールが採用され、エアインテークも主翼付け根前縁部付近まで下げて設置したことによって、より洗練されたスタイルとなった。機体尾部では整流フェアリングを撤去したことで、垂直尾翼は前後を大きくすることなく、面積を増やせるため、翼端をカットした後退翼に変更されている。機首部には MA-1 オークスを搭載しているが、MA-1 オークスは当時としては複雑なシステムで真空管を使用することもあって重く、実用化後も改修が実施されている。MA-1 オークスは半自動地上管制迎撃システムと完全にデータリンクし、K-106 の自動操縦システムと組み合わせて、追跡コース、または見越し衝突コースでの自動迎撃が可能となっている。揚撃機としての目的に特化して開発された機体で、あるが、低翼面荷重かつ、高水力重量比、同じエンジンを搭載するK-105、戦闘爆撃機より、翼面積は2倍近く、大きく、かつ重量は、若干軽いで、格闘能力も意外に高い。本来は、揚撃機として開発されたわけではない K-101 とは、全く逆の結果になった。高価で、生産数が少ない機体ゆえに、制空戦闘機として、実戦投入される機会はなかったが、後述の通り仮想敵機として、訓練に用いられることもあり、K-15 登場以前のアメリカ空軍で、最高の空戦能力を持た戦闘機と評するパイロットも多かった。K-106 にはハードポイントが両主翼下それぞれ1箇所と胴体下部5箇所の計7箇所ある。K-102 と同様に固定機銃は搭載せず AIM-4E、K-G スーパーファルコン空対空ミサイル、Air-2A ジニー空、対空核弾頭ロケット弾を機内弾薬庫に搭載する。1969年のシックスシューター計画において、Air-2A と置換する形で、胴体下部フェアリングに M61 バルカン砲の搭載が可能となるが、ごく一部の機体が装備するにとどまった。派生型として、練習機を兼ねる複座型の K-106B が生産された。複座型が練習機と実戦機を兼ねることは、K-102 でも試みられたが、サイドバイサイド、並列複座形式のため操縦席が横に、広が、空気抵抗が増して、音速を超えられず、純粋な練習機 TF-102A となった。K-106B はそれを反面教師とし、燃料タンクを潰して、後部座席を設ける、タンデム形式とした。搭載可能燃料が減少し、航続距離が短くなったが、それ以外の性能は単座型とほぼ同一である。K-106A は1959年6月に最初の実戦部隊であるゲイガー空軍基地の第498戦闘迎撃飛行隊に配備され、同年10月31日からアラート任務に就いた。1959年末までに3個飛行隊が K-106A へ機種転換を行い、1960年には9個飛行隊が機種転換を実施して、最終的に21個飛行隊がK-106A を運用することになった。ただ、K-106 は開発の遅延を取り戻すべく、未完成の部分を多数残したまま急ピッチで部隊配備が進められたため、運用中に様々な問題が噴出した。防空軍団では、初期量産系を最新の量産型の水準に合わせるためには130カ所の機体改修が必要として、1960年9月に第1期改修計画のワイルドグース計画を実施した。これに続き、ほとんど間を置かずに、ブロードジャンプ計画が行われ、赤外線捜索追跡装置の追加装備などが行われた。ブロードジャンプ計画では1機あたりの改修に60日もかかり、前期の改修完了は1963年初めとなったが、その間の1961年8月から1962年4月までに、射出座席の乾燥や、核爆発の先行や熱線からパロットを保護する、サーマルフラッシュフードの追加、燃料系統の改良などを行う、ダートボード計画も、同時進行で行われた。K-106 への改修はこれ以外にも MA-1 オークスの改良や戦術広報装置の更新、空中重油装置の追加、超音速型増装の運用能力付与などが行われた。防空軍団ではさらに複雑なシステムを簡素化させる兵站簡素化整備性向上計画を推進したが、1968年にロッキード社がK-106 の後継機として提案した UF-12 への対抗案として、コンベ社が提示していた K-106 の発展案 K-106X に興味を示し、K-106X 計画へ乗り換えた。K-106X 計画では、エンジンを乾燥して2次モトン型エアインテークに変更するなど、機体設計を変更。またレーダーを新型に換装し AIM-47 空対空ミサイルの携行能力を付与するというものだったが、予算削減に伴って UF-12 とともにキャンセルされた。これによりスリム計画が復活し、1969年に必要最小限システム信頼性向上計画としてレーダーや自動操縦システムの改良が図られた。K-106 は防空軍団の主力戦闘機としてアメリカ合衆国本土、アラスカ、アイスランド、カナダに配備され、北極越えで飛来するソビエトの爆撃機に備えていた。また、西ドイツ、当時と韓国にも短期間配備されていたが、時代の推移に伴ってソ連空軍爆撃機によるアメリカ本土攻撃の脅威が低減していくにつれ、アメリカ空軍の洋撃戦闘機運用にも変化が生じ、1979年6月に防空軍団が解体され、K-106 は戦術航空軍団と空軍州兵に移管された。また、K-106 や K-101 が能力的に陳腐化していった後も、後継機となる本格的な防空洋撃戦闘機が開発されることはなかった。戦術航空軍団の K-106 は、グリフィス空軍基地の第49戦闘迎撃飛行隊が1987年7月に兵隊されたのを機に実戦部隊から退役した。後継機としてはすでに戦術航空軍団に配備されていた K-15 戦闘機がそのまま揚撃任務にも用いられることとなった。空軍州兵ではニュージャージー空軍州兵の第119迎撃飛行隊が1988年8月まで運されていたのを最後に前期が退役した。後継機は、K-16 戦闘機に、レーダー誘導ミサイル運用能力を付加した K-16ADF、既存機の改修である。退役した機体は、無人標的機級 K-106 に改修され、1998年1月まで使用されていた。K-106 が、実戦で、米本土を防衛することはなかったが、MiG-21 に特性が似ていたため、ベトナム戦争に派遣されていた K-4 の仮想敵機として訓練に参加した。K-106 の加速力と低翼面荷重による航空での高い運動性能は K-4 パイロットを手こずらせたと言われる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。